どうも、ぶひけんです。本日は土曜日、作業を始めていきましょう。昨日ちょっとオーナー様とちょっと連絡を取り合いまして、まあオーナー様が連絡くれたんですけど、まあ水温の方なんですけど、もう少し暑くなってエアコンを使うと温度が上がってきて、走りが重い感じがしてオーバーヒートしそうな感じがすると。なのでエアコンを切ってしまい、結局は怖いのでエアコンを切って走ってます。エアコン切れば走行に問題はなかったですと。ということはやっぱりあれですね。で、オイル漏れシール関係やってくださいお願いしますと。でサイドブレーキはもともと使ってなかったので、部品が売ってなかったらそのままでもいいですけどねと。ただまあサイドブレーキはね、ちょっとあった方がいいと思います。走行中に、前も言ったことあるかな、走行中にね、もし万が一メインのブレーキがダメになっちゃった場合、最後の要としてサイドブレーキね、自分もね、昔ちょっと経験があるんですよ。まあ走っててブレーキがいきなりスコーンってなってね、はあどうしようって思った時、サイドブレーキで、なんとか止まって、でそのままサイドブレーキで家まで帰ったことがあるんですよね。でそういうのもあるので、まあちょっとね、同じ部品がないにしても、まあなんとかはなると思うので、サイドブレーキはちょっとつけといてた方がいいかなと思いますね。車検の時にもやっぱり必要だしね。でオイル関係です。まあエンジンの方は、なんで先にだからちょっとブレーキやったら、まあエア抜きもやってないんですけど、ブレーキやったらちょっと走ってみて、エンジンかけて、でちょっとやってみようかなと思います。まあその辺はちょっと順序立ててやんなきゃならないですよね。なので今日はちょっとそのオイルシール交換してくれっていうのをやっぱりあったので、そこちょっとやっていきたいと思いますね。はい、まあいいや、とにかく抜くだけ抜くか。オイルがね、ダバダバ出てくるんで、先にペラシャフトを外さないとダメなんだな、これが。そうだ、あれだ、ワイヤーを今日頼みに行こうと思ったけど、ここまだ取ってなかった。先にちょっとワイヤー取りますね。参りましたね、ここから抜けない。これを取らないとこいつがスポッて抜けないんですけど、こっちがなんていう、もう年齢経過で、あれですね、年数劣化ってやつですよね。なんとかして外さないと。取れました。えれえ苦労したな、おい。最後のこのぐらい、最後の1センチぐらいがすげえ苦労した。まあいいや。取れた取れた。取れたはいいけど、まあ部品が出るかどうかですね。もし出なかったら違うものでなんとかするしか、まあねえ、いつもそうだから、とりあえずここの長さが同じぐらいだったら何とでもなるね。よし、でここの部分はこっちね、これもしかしたら再利用、そうだな、違うやつのワイヤーでやるとしたらここは再利用だな。うまくなんか、とりあえずちょっと後で師匠のとこ持ってって、多分同じやつはないと思うんですよ。で、いや出るのかな、海外とかだったら。まあいいや、そうするとまた何週間かって話になっちゃうからな。ちょっと外したこいつの土と錆を落としてきれいにしときますね。さてそれでは潜っていきます。今日も地べたを這いずっている部品犬です。よいしょ。わあ、ここもここも泥汚れがすごいよ。よいしょ、ここね、泥汚れがすごいよ。
ちょっと外してってみますね。ペラシャフト外しました。これもちょっと発掘しといてやった方がいいですね。ねえ、わお。これで幸いにも幸いでもないんだけど、これまあボルト締めた後ここ曲げるんですけど、曲がってなかったのでラッキーです。うん、曲がってるのこうやるとねポキッと折れたりするんですよね。交換しちゃったりするんだけど、だけどまあね、もう古いからな、これも交換した方がいいかもしれないね。よし。で、まあとりあえず、ペラシャフトは抜けたので今よいしょ、いて今ちょっとオイルがペタペタ出てきてるので、ある程度あれができたらシールを外しちゃいたいんですけどね。よいしょ、ちょっと待って、その間に今何時？ちょっと先に11時ちょっとあれを買いに行ってください。はい、買ってきました、ナスのペネちゃんが。で、師匠のとこにも今行ってきて、サイドブレーキのワイヤー、多分ね同じやつはないと思うんですけど、まあ長さが多少一緒だったらとりあえず何でもいいですって言って、で、あとは師匠にちょっと調べてもらってっていう感じですね。それとシールも注文してきたので、それはまあ週明けだな。うん、ということで、ハマってるシールを外していきましょうか。うわい、では頑張ってちょっと取りますね。やりにくいんだこれ、まあ、ちょっとやってみます。はい、抜けました。それとこっちはドリブルのとこ持ってないですね。なんか面白い形のやつくっついてんな。こっちは漏れてないよ。うん、よし、ではでは、よいしょ、これですね。よかった、簡単に外れて、今回はものの5分もかかんなかった。はあ、まあね。まあこっちは到着待ち。だから外したパーツのちょっとこっち、これのお掃除もちょっとしときますね。はい、とりあえず剥がせるだけ剥がして、全部泥汚れと油汚れを取りました。で、こっち側は最後にグリスアップ、組み込むときにね、グリスアップしてあげて、こっち側、表の表面のね、泥汚れとかだけ。まだ大丈夫。よし。で、これはちょっと保管しときましょう。すごい。うわぁ。今日は雨か、一日中。くそ。くーちゃんの散歩どうしようかな、夜。よし、保管しときましょう。よしょ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 、ではあそこやっちゃおうか。どこ置いとくかな。もう置いとこう。バキューム、よいしょ、ひびが入ってたとこありましたね。あそこをちょっと交換しちゃおうかな。ではついでなんで、ここのひび割れてるホースをちょっと交換してあげましょう。パイプで、ここまでパイプで、ここのやつはゴムのやつなのでちょっと引っこ抜いてみます。はい、取れました。割れてますね、もう気づいてよかった。よし、この径のやつがあるかな。ありました。これを同じ長さでカットして交換してあげます。はい、交換しました。 OK です。よいしょっしょ、よいしょっしょ。これは何を持ってるんだろう。さて、それでは、ブレーキだなんだ、いろいろパーツが届くまで、まあ週明けになると思うんですけど、ちょっとこっちをやりましょうか。マフラーの続きもそうなんですけど、これをつけちゃいましょう。リザーバータンクですね。ただこのサイズしか入んないんだよな。ここに入れるんですけどね、
ちょっと待って、カメラ置いていい？傷がつくと嫌だ。これでギリギリですね。これでギリギリ。これ以上でかいやつは無理だな、やっぱり。よいしょ。もっとでっけえやつをこっちへ持ってきてつけてるやつとかもいるんだけど、ファイアウォールね、ダメじゃないですか。だからつける場所がないんだよな。でもやっぱここしかないもんで、入るサイズになるとこれになっちゃうんですよね、やっぱり。まあしょうがないな。いやー、ちょっとあ、つけられてるこの、これじゃちょっと届かないだろうな。ちょっと見てみますね。今こうつくんだけど、やっぱ届かないよね。当たっちゃうもんね、これじゃ。だこう L 字のやつを1個2個作ってりゃいいな。ちょっと長っぽそいやつをね。しょうがないね、これでやるしかないな。ちょっと L 字のやつを作って、まあどのみちコアサポート外すんですけどね、まだ。そうなんだよな。ちょっと邪魔なんでフェンダーをもう一回取りましたね。まあ仮組みなので、でまあよいしょ、取ると分かるけど、本当はねこことここで簡単にこうつくこともできるんですけど、まあやっぱりインナーフェンダーが当たっちゃうのでこうするしかないと。うん、届かねえなこれじゃ、やっぱり。ああ当たっちゃうもんね。そうだね、やっぱりちょっと寸法出しましょう。こんな感じで L 字のステーを作ってあげまして、面接箇所のビートは削り落としてきました。ちょっと一回これで合わせてみましょう。大丈夫だったら外して色入れて明日の朝には入ってるでしょう。はい、いい感じですね。であとはこのホースをつなげれば OK。 ギリギリもうここからもうインナーフェンダーなんでうん、これだったら、まあ、何かあった時は外すのも苦労するだろうな。手が入んないもんね。でもしょうがないね。まあでもこんな感じでいきましょうか。では一回外してこのステーに色を塗っておきます。はい、塗っておきました。明日には乾いておくでしょう。でマフラーなんですが、そろそろちょっとマフラーハンガーね、ここ2箇所釣りたい、行って腰って釣りたいんですよ。うん、でちょっとステーを作って、あれを止めれるところを作って、よいしょ、忘れてた、これを注文するの忘れてた。これあの僕のとこにまあいくつかあるんですけど、これ 50.8 杯のやつなんですよ、いつも作るような。なんで60杯用のやつをちょっと先ほど注文しておきました。数日のうちに、まあそうか、週明けだな、それも。それが届いたら2箇所釣って、ここを完璧固定にして、ここをこっから、チェリーボムをこうつけれるということですね。うん、そんな感じ。よし、ありがとう。で、動かないキーレスもありますんで。電池切れてるだけじゃない。だからそんな程度だと思うんですけど。じゃあ一応鍵を。はい、ありがとうございます。どうぞ。というわけで、日本式3号が到着しましたね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、広い。チュ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 、憧れのアストロが手に入りました。へへへへへ、一発してろ。
お、ETC ついてる、すげえ。いや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 、広いな、意外に広いよ。もうちゃんとカーステもついてる。ほほう、ステアリングがだから、うん、ちょっとこれは変えよう。これも変えて、ここに穴開いてるからこれもなんとかしてあげて。そうだな、いろいろ楽しみですね。うん、ちょっと月曜日のお休みの時にいろいろ見てきましょうね。うん、よし。昔、欲しくて欲しくて欲しくて買えなかった車です。うん、えれえ昔にね、一瞬ね、もう20年ぐらい前かな、もうちょっと前か、一瞬手に入るチャンスがあったんですよ。うん、まあ、その時ちょっと僕居酒屋をやってまして、そこのお客さんが乗ってたんですね。で、まあその人の乗ってるアストロがね、かっこよくて、うん、艶消しのブラックに乗ってあったんですよ、全部。うん、で、あれいいな、かっこいいな、なんてそのお客さん来るたんびに話してて、ただそのお客さんはね、別にアストロにこだわってるわけじゃなかったんですよね。ちょうどあったから買ったぐらいで、うん、で、もうすぐ車検が切れるから、切れたらマスターあげるよって言ってたんですよ。マジっすか、なんつって言って、いや、すげえ楽しみにしてたんだ。それから何ヶ月ぐらい、何月に車検切れるって聞いてたもんで、ずーっと楽しみにしてたんだけど、まあ、そしたらそのお客さんがポンって来てね、マスターごめんね、あれ欲しいって人がいてさーって、で、結構いい値で買ってくれるんだよねっつって言って、悪いけどそっちへって言うんで、ああもう全然いいですよって言ったんですけどね。あれで手に入れられなかったんだな。その時からね、よいしょ、ヘヘヘヘヘヘヘ。うん、これでね、視聴者の方がね、まあ結構、まあ最近はこういうボムとかがもうずっと好きでね、結構頭からね離れてたんですけどね、視聴者の方がね、アストロ乗ってる方がいて、まあ親子で乗ってらっしゃるんですけど、まあ息子さんの方が先に来てくれて、まあその車、動画にも出てると思うんですけど、ちらっと裏に止まってて、パッて見たら、まあごついんですよ。うん、で、それ見てからね、いやーっつってね、うん、いろいろ思い描いていた。まあ今回もちょっとひょんなきっかけで、その何十年越しかのね、ちょっと思いが叶いましたね。うん、格安で手に入れましたよ。うん、まだ金払ってないけどね。まああれですね、ファミリーの一人がちょっと乗ってて、まあそんな前に買ったわけではないんですけど、まあそいつもアストロ自体には思い入れがなくて、まあ言ったんだけど、まあいつか手放す時に来たらちょっと俺に声かけてくんないかな、なんつって言ってたんですけどね。うん、それがいよいよなりましたね。うん、雨の日にも乗れる雨車。月曜日が楽しみだ。